フィン庭園は、イランカーシャーンにある、ペルシャ式庭園である。フィン庭園内には、1852年、ガージャール朝、ナーセロッティーンシャーの最小を務めたアミール・キャビールが暗殺された浴場も含まれている。2011年、ペルシャ式庭園の登録名で、他のイラン国内の8つのペルシャ式庭園とともに、ユネスコの世界遺産に登録された。フィン庭園の起源は、 サファビー町以前にあったと考えられている。もともとフィン庭園はカーシャーン以外の場所にあったものが移築されたと伝えられているが、その明確な証拠は見つかっていない。現存するフィン庭園の建設はアッパース一世の時代に建設された。もともとカーシャーンの南西数マイルのところのフィン村の付近にはペルシャ式庭園があった。アッパース二世時代までサファビー王家は フィンテ園エンの拡張工事が実施された。その後、ガージャール・アサのファトフ・アリーシャーが、フィンテ園エンを高く評価し、再拡張が実施されるようになった。とはいえ、それ以後、フィンテ園エンは放置された。1935年、イランの国家財産の一つにリストアップされ、2007年9月8日には、ユネスコの世界遺産暫定リストに登録された。フィンテ園エンの中庭は,は、 4本の塔を伴う城壁に囲まれている。面積は2.3ヘクタール。庭園を維持するために現代では多くの水を利用している。フィン庭園のそばの丘には泉があり、その泉の水を利用して庭園内に数多くあるプールや噴水に供給されている。とはいえ、これらの水の供給には機械的なポンプを必要とはしていない。庭園内には 糸杉が多く植えられており、サファビー町、ザンドアサ、ガージャール町時代の建築の特徴をよく残している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。シックスニューサイツインスクライブド・オン・ユネスコ・ S ス・ワールド・ヘリテッジ・リスト。ユネスコ、2011年6月28日閲覧。ABC ・イラニアン・カルチュラル・ヘリテッジ。 ハンディクラフツツーリズム・オーガニゼーションボーグ・イーフィンカシャンユネスコ・テンタティブ・リスト2008年4月15日閲覧ボーグ・イーフィン GARDENREVIEW.com 2008年4月16日閲覧ありがとうございます